れが人工的に付けた種ですね。これが鉄板やろっていうようなやり方が覆される時があるんですよ。セオリー通りにいかんっていうか、僕が深いんですよね。こっちの海は本当に恵まれてて、栄養も多いし育ちもいいんで、牡蠣養殖するにはこの海向いてると思います。甘みがあるって言われるし、お客さんが美味しかったってもうずっと10年ぐらい来てくれてるお客さんもいますし、今までその宮城県の方に全部仕入れてたんですけど、震災の後からなかなか向こうも種場が崩れたりしていて、それがきっかけでこっちでも種が作れないのかなっていうのをあって、ちょっとチャレンジしていました。そのこっちで取れる種が大きく育つ牡蠣が作れたら、そしてそれが自生するようになればですね、一つの産業にはなるんじゃないかなっていう、いろいろ自分なりに、ね、考えて、どうやったら牡蠣ができるのかなとかって考えながらやっていて、それが結果として出てきた時はちょっと楽しいと思えるかもしれない。道のり長いです。